はい、どうも、牛久です。今日は、今回はですね、ちょっと今後の活動についてちょっとお知らせしとこうかなと思います。ですね、まず最近ちょっと動画投稿できて、あんまりできてないんで、ちょっと申し訳ないんですけど、随時時間があるときに上げていければなと。まあ、基本的にね、生放送をやれる時間が多分昼とか昼の2時とかからその大学行くまでぐらいが一番やれんのかなっていう感じがあるので、その辺で考えてます。で、まあ、あと夜中はちょっとわかんないですね。最近ちょっとね、 PS3 の方でフレンドと BO2 コールオブデューティー BO2 をやってるんで、ちょっとその関係であんまり夜中に動画撮れるかちょっとわかんないので、今のところちょっと昼っていう考えでいていただけたら嬉しいですね。まあ動画として一応残るので、後から見てもらっても全然構わないので、とりあえず昼がメインになりそうですね、今のところはです。で、あとプロクラブの放送なんですけど、プロクラブの放送に関してはちょっと一週間に一回は放送しようかなと考えてます。で、なんだろうな。まあ、人が比較的いる時とかをめがけて、ちょっと週一ぐらいにちょっとまあ、一、二時間程度、放送できればなと思ってます。はい。で、まあでも基本的にメンバー募集とかしてないので、ただまあ垂れ流すというか、垂れ流すっていうのは変ですけど、なんかまあ後から見直すようだったり、まあこんな感じですよっていう、こんな感じでやってますよっていう、まあ紹介みたいなのも兼ねてやっていこうかなと思うんで、まあ、特に募集とかはかける予定はないので、その辺はちょっとご了承いただきたいなと思います。で、これがまず1点目ですね。この放送に関して、プラスプログラムに関しての、まあ、お知らせです。で、もう1個あるんですけども、Xbox One のゲーム実況をまたね、ちょっと再開しようと思ってるんですよ、今のところ。で、その理由としてですね、Twitch のその、ツイッチの生放送を YouTube に上げることができるんですけど、その機能がまた自分の端末でまたできるようになってですね、前なんかバグかなんかできなかったんですけど、最近になってできるようになって、あのゴートシミュレーターのゲームをちょっと試しに上げてみたら上がってたんで、あ、いけるなっていうことをちょっと確認したんで、今マイクがないんですけど、 Xbox One のね、なんでマイクというか、あのワイヤレスじゃねえ、なんだっけ、あのイヤホンジャックついてるマイクがあるんですけど、マイク接続端子みたいなのがあるんですけど、それをちょっと買ってですね、まあかそれ買ったらやろうかなと思うんで、今月多分買えると思うんで、それを買い次第またやっていこうかな、再開していこうと思ってて、まあ今やろうと思っているゲームが、まず途中で終わってしまってるサンセットオーバードライブをまたやろうと思ってます。あれすげえやりたかったんだけど、ねえ、アップできなくなってから全然やれてないので、ちょっと早くやりたいんですけど、あと、フォルツァ6ですね。フォルツァ6もちょっと逐一上げていければなと思ってます。で、まあ新たに、実況を考えてるゲームとしては、ライズ・サン・オブ・ローマっていう、なんかローマ帝国を舞台とした、ゲームがあるんですけど、それはまあ Xbox One のローンチタイトルだと思うんですけど、まあそれをやろうかなと考えてます。そしてですね、 Xbox360 のゲームもできるんで、後方互換機能があるので、なので、最近買ったですね、360のゲーム、まあ、ヘイロー・ウォーズとか、あと、ギアーズ・オブ・ウォー、もうちょっとやっていこうかなと思ってます。
個人的にちょっとアサシンクリードとかやってるんですけど、アサシンクリードちょっと今中断してるんですよね。なんか、やることが単調なんで、あんまりハマれてないんですよね。あと、フェイブルとかも買ってるんで、それ辺もやりたいんですよね。あと、購入予定としては、一応、レッド・デッド・リデンプションがその互換機能に対応したんで、それもちょっと今月買おうかなと思ってて、それの実況もしようと思います。あと、1のタイトルだと、ヘイロー5も最近セールで買ったので、ダウンロード版で出てたんで買ったんで、ヘイロー5のキャンペーンもやろうかな。いや、もしかしてキャンペーンはやんないかもな。いや、ちょっとわかんないですけど、まあ、オンラインはちょっとやっていこうかなと思ってます。キャンペーンはちょっと個人的にやるかもしれないので、ちょっとまだわかんないですね。というか、いきなり5からやるんで、戸惑ってるんですよね。本当はマスターチーフコレクションっていう、ヘイロー1から4まで、入ってます。そのタイトルがあるんですけど。それを買って、それをやった上で多分、5やった方がいいと思うんですけど、なんか聞いた話だと、1から3でとりあえず一区切りらしいので、ストーリーが。なので、まあどうなのかなっていう、4やってないけど5をいきなりやるのもありなのかなとか思ったりね、してるんですけど、そこはちょっと後々考えようと思います。もしかしたらもう勝手に僕がもう個人的にやっちゃってるかもしれないんですけど、まあその場合は、まあ、マスターチーフコレクションを買って、1からやろうかなと思います。多分ね。はい。まあ、お知らせとしてはこんなところですかね。まあ、とりあえず、まあ、PS4 のゲームがちょっと多めになってたんで、Xbox One のゲームもちょっと皆さんに知っていただきたいので、Xbox One の方のゲームもちょっと実況できたらなと思います。はい。で、フレンド申請とか、受け付けてるんで、よろしくお願いします。コメ欄とかで聞いてくれれば申請しますんで、ID 教えますんで、よろしくお願いします。あと、まあ、ツイッターとかでも、ツイッターも僕やってるんで、アットマークウシコフで出てくると思うんで、まあ、フォローしてくれるとありがたいです。はい。ということで、まあ、主な活動方針というか、まあいつも通りですけど、まあそれにちょっと変化を加えていこうかなと考えているんで、これからもどうぞお願いします。はい。では、今回はここまでで終わりたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。